台湾セブンイレブンの係時計オープンちゃんは、セブンイレブンが台湾で使っているマスコットキャラクターである。言語では、オープンショー、進むシアオチャン、東洋漢字、オープンショーショー、オープンちゃん。2005年、日本の広告会社、電通のキャラクター開発、ユニットキャラクタンクが企画デザインした。以後、台湾と日本で複数のイラストレーターが起用されており、パステルがタッチ、漫画タッチなど、デザインバリエーションがある。2008年11月に東京ドームで開催されたアジアシリーズにて初来日を果たす。これは、同大会に台湾代表で参加した統一ライオンズが2008年2月に、統一7-11ライオンズに改称したのを機に、ライオンズのマスコットキャラクターにも起用されたため、この頃から統一企業グループのマスコットキャラクターになった。また台湾でセブンイレブンを展開する統一超商が2009年4月30日に中国の上海に進出したため、上海のセブンイレブンでもマスコットキャラクターとして採用された。生年月日は不明。オープンちゃんは2005年7月11日に宇宙から台湾のセブンイレブンにやってきた。したがって台湾においては7月11日が誕生日。オープン星からやってきた宇宙犬。台湾のセブンイレブンで大店長のお手伝いをしながらセブンイレブンのオープンの精神を学んでいた。将来の夢は故郷のオープン星にセブンイレブンをオープンして店長になること。オープンちゃんは魔法のスティックを持っている。オープンと唱えて魔法のスティックを振ればどんなものでもオープンすることができる。例えば開かなくなった瓶の蓋でも鍵のかかったお城の門でもこっそり隠された秘密でも頑なに閉ざされた人の心までもすべてをオープンしてハッピーにしてしまう。オープンちゃんの頭には縦紙状のオープンヘッドがある。このオープンヘッドは、扇のように開閉する。嬉しいと丸く全開になり、悲しいと棒状に閉じる。オープンヘッドの色は、もともとは、白だった。宇宙から、台湾のセブンイレブンにやってきたとき、3色に変化した。このようにオープンちゃんは、自分の興味を抱いたもの、好きになったものに影響を受け、オープンヘッドの色や形を変化させることがある。現在は、セブンイレブンの3色カラーから、夢、愛、勇気を表す、青、赤、緑の3色に変化した。台湾の人々の心をオープンして、絆を結ぶ、修行の旅に出ている。バーコの業務車両妹のプリーズちゃんを中心とした、一葵さやかによる、コミカライズ、ときめきプリーズ通信が2012年から、エンターブレインの、ファミ通.com 内のウェブコミック配信サイト、ファミ通コミッククリアで配信されている。日本語と中国語とバイリンガルで掲載。プリーズちゃんとシークレットちゃんのユニット、プリーズ&シークレットが日本で活動している。デビューシングル、OPEN ファンタジーが2013年7月10日、レコチョクから先行配信、9月18日日本コロンビアからCD 発売された、ときめきプリーズ通信に関するカテゴリー。ありがとうございます。